はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時半を回りました。なんかね、今日はねドタバタしてますね。ドタバタドタバタと、いやこんなつもりの、今日はこれがあるだけと思ったんです。今日はあの夕方からですね、某ですねキー局の、リモート取材を受けるはずね、それだけのつもりで来てるんですけども、一つ忘れてたのがですね、地方の新聞社の電話取材が今日やったんかというのが分かってですね、でそれからですね、ちょっと関わりのある事案でですね、こうリーガルな面の動きが出たって、へえ、そんな知らんやみたいなことがあって、それを動かしたりしていますけども、まあ電話かけるだけなんですけど、バタバタするやんという感じですね。でそんな中で、ちょっと待って、日経平均は、うにゃうにゃ止まってますね。308、ドル円がねちょっと安くなって 138.80 と軟調で、軟調というかあの円高ですね、ドルからすると軟調ですけども、意外にその円高方面に進んでいます。同じようにですね、ドルウォンもちょっと止まりましたかね。1327でうにゃうにゃし始めてる感じがしますけども、ウォン高基調ですね。いろいろあると思うんですけど、どうやらですね、あのアメリカの FOMC のね議事録が出てきたんですけども、もうその利上げのペースをね緩めなあかんやんという意見が来てるみたいで、だから来月ですね 0.7 がもうないという感じになってきましたね。来ても 0.5 かなという感じですね。普通に来たら 0.25 かなという感じの利上げになると。でアメリカの金利がですね収まるということになればですね、あの世界全体のですねドル高への流れがこう収まるということで、多分円もウォンも高くなってるんだと思います。それ以外の理由は今のところないですね。あとですね、どうやら資源株、いや資源株じゃない、資源自体が、資源でまあ主にエネルギーですね、まあ他鉄鉱石とかありますけど、主にエネルギー価格がですね今後下げ基調ではないかというふうな見方もあります。まあそれは為替とあんまり関係ないんですけども、まあで、あの日本の経済にとっては両方ともいいことですね。なんで日経平均がこうプラス311とですね、こうまあまあの展開になっているという感じですね。さて、お隣さんもですね今日利上げをする予定であったんですけども、もう予定通りですね。中央日報を見てますと、韓国銀行基準金利 0.25% 引き上げ、来年の成長見通し 1.7% 引き下げという、あの順当なところだと思います。で今日 0.25 引き上げるっていうのはもうこれは織り込まれています。だから特にサプライズはですね何にもないんですね。何にもない、んですけども、 0.25 引き上げてもまだアメリカの基準金利、政策金利には追いついていないんちゃうかなと。そうですね、韓国銀行は今年最後の金融通貨委員会で政策金利の基準金利を 0.25% 引き上げた史上初めての6回連続の利上げ決定だった。そうなんですか。基準金利は 3.25% ですね、今韓国。アメリカが 3.75 から 4.0 なんですね。それに比べて 0.5 以上はですね、安いということなんです。で、まあ 0.5 ぐらいであればですね、そんなに大きな動きはないと思うんですけども、まあ一応 0.25 は織り込んできましたね、今までにね。で、それに合わせてですね、ドルウォン相場もですね、そんな大きな動きはしないはずだったんですけども、先ほど申し上げました通り、アメリカの FOMC ですね、がですね、どうやらですね、の内部ではですね、もうそんな利上げせんでええやんというような人が何人かいるということが伝えられてきましたんで、今後、アメリカの利上げのペースは鈍るであろうと。最終的に 4.6 を目指してるんちゃうかと。となりますと、あと1回ですね、0.75 を上げたらもうそこまでいってしまうわけですね。だから今後はですね、こう緩めてですね、まあ、せいぜい来月はですね、0.5 もしくは 0.25 で、来年の前半にまた 0.25 ぐらい上げて、そこに達するようにするんではないんかなと。
いうふうな見方が出てきました。ここでですね、ドル高基調が一つですね落ち着くんではないかということで、円もですね138円とちょっと円安基調は止まったなという感じがしますけど、でもね、日本はねゼロなんですよ、実質的に金利が。でアメリカが今 3.75 から4でしょ。私ね 2% が限界だと思ってるんですよ、いつも。日米の金利差というのは 2% を超えるとね、そのドルを持ちたいという人が多くなると思うんですね。今は完全にですね 4% でしょう、ほぼ 4% ですね、の金利差があるということはですね、基本は円安ではないんかなと、その構造は大して変わってないんじゃないかなという気はしますね。なんで今一時的に138円ですけども、またすいません、150円を目指した動きになるような気がしますね。まあね、いろいろね、これについては希望的観測が入り乱れてるような気がします。160円いくでという人もいましたね。最近ちょっとなりを進めていますけどもですね。で、円安悪くないやんという人もいます。まあ、確かにですね、上場企業の多くがですね、最高益を更新すると言われています。来期ですね。もうすでに四半期とか半期とかでですね、業績を上げた企業がいっぱい出ていますけども、そのね、いいとこばっかり見てもしゃあないんですよ。悪いとこを見なあかんわけだって。我々だって現に高い電気代払わされてるでしょ。ものすごくこの冬は厳しそうですよね。電気代が高くなるということは他を節約するということなんで、一般消費っていうのは落ちるわけでして、ですので円安がいいばっかりではないわけですね。んでお隣さんについてはですね、 0.25 上げたらですね、これ確実に、住宅ローンの変動金利は 0.3 ぐらい上がるんですよ。もうちょっと上がるかもしれません。そうなるとですね、住宅ローンを返す人はにとってはさらなる負担増ということになります。もちろんですね、お金を借りている企業もですね負担増ということになります。で、政府もですね国債を発行してますから、その国債費が高くなるということで、景気が悪くなるということですね。ほんで大人さん 1.7% 来期のですね、来年の成長 1.7 にしたということは、もう 1.7 というのはもうほぼ停滞ですね。悪くはないけども、景気が悪化は不景気ではないけども、決して好景気でないっていうのが 1.7 ぐらいですね。まあ 2.5 から3ぐらい成長してればですね、景気ええやん、まあちょっといいかなっていうぐらいなんですけど、 1.7 になりますと、まあ損するところもいっぱい出てきてるという状態ですね。なんでどうでしょうね、大人さん経済にとってですね、来年っていうか、もう今現在も足元もそうですけども、この苦しさというのはですね、来年も継続すると。今も苦しいですし、金利上げればさらに苦しいですし、でドル本についてはですね、もう落ち着いてます。1326ですけども、お隣さんのね外貨状況非常にねやばくなってるという気がするんです。だからどこかでまたですね、この 2,3 日というか、今週いっぱいぐらいはこれで1300前半でですね、うやうやすると思うんですけども、来週来月はですね分かりませんよ。決してね、お隣さんの経済環境は良くなってるとは思いません。むしろ悪い材料ばっかりできてますね。今回の利上げもそうですし、悪い材料がいっぱい出てきてるんでですね、経済全体が悪くなっていくと。ただドル本環境に言えばですね、まあ、ちょっといいかなと。まあでも来月またですね、 FOMC ですね 0.5 でもね上げればですね、ドーンとですね、 0.5 の観測が出るだけでいいんですよ。 0.5 やでと言われるだけでですね、ドーンとですね、ウォン安にこう走っていくんちゃうかなという気はしますね。いやちょっと苦しい、お隣さんにとってはかなり苦しい、まあ、もっと日本も苦しいんですよ、日本も苦しいんですけど、お隣さんの方がもっと苦しいんちゃうかなという気はしますね。さあこれからどうなるのかと
いうところで、まあ、今日は多分この1300の前半で1327ですけども、この前半でうにゃうにゃするんではないでしょうかね。まあ、0.25 の利上げというのはもう予定の範囲内で、もうそれは完全に織り込まれていたんでですね、そこに影響はないと思いますね。サプライズがなかったということはですね、いかにですね、韓国銀行もですね、悩んでいるのかと、踏み切れなかったのかということを表しているんではないかなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。